皆さんこんにちは、おっかけラボのはずきちです。いや、先週のボスライズ皆さん見ましたか？いや、本当にね、面白くなってきましたよね。はい、それでは今週のスケジュールお届けしようかなと思っています。今週もボスライズ楽しみですね。はい、それではですね、まず、16日月曜日、フォトイズムにライズのアーティストフレームが登場します。そしてエピローグですね、ライジングのエピローグ、ライズトゥーライズの1が、公開予定です。さらに、17日火曜日、ライジングエピローグ、ライズトゥーライズ、こちら2がですね公開予定です。水曜日21時からボスライズエピソード7が配信予定です。そして19日木曜日にボスライズエピソード8が配信予定です。さらにですね、この日は待ちに待ったライジングエピローグミニアルバムがリリースされる予定ですね。これは本当に本当に楽しみですね。はい、23時からは NHK ハングルナビマンスリーゲストとして出演予定です。はい、21日土曜日、こちらは韓国で開催されるポップアップストアライズのオンザシングストリートが、始まります。続いて20時夜の8時から NHK E テレで沼にハマって聞いてみたが放送されます。はい、今週はね、今のところこういったスケジュールになっているんですけれども、やっぱりねボスライズ楽しみですよね。さらに沼にハマって聞いてみたもものすごくね待ちに待っていたという感じなので、どういう風にブリズの皆さんがねアンケートでライズに質問しているのかなっていうのも気になりますし、ライズもねどんな感じで答えるんだろうなっていうのもね非常にね楽しみだなと思っています。それでは次に現在進行中のスケジュールについてお話ししようと思います。はい、今ですね、9月4日から23日まで HMV さんでライズの日本デビュー記念ブースが展開されています。次、9月の4日から9月16日までタワーレコードとライズのコラボポスターが抽選でプレゼントされるキャンペーンがあります。9月の3日から16日までライズのポップアップストアラッキーが開催されています。9月の4日から9月の29日まで、ラッキーの購入者限定オフラインイベントの抽選が行われています。こちらのシリアルの抽選の件についてはですね、詳しい動画アップしておりますので、そちら見ていただければより詳細な情報がわかるかと思います。9月の9日から16日までザ・ブルーハッピーフェスティバル2024プレリザーブ選考が行われています。次が新しい情報になるかと思うんですけれども、9月の13日から9月の18日まで2024ライズファンコンライジングデーファイナルインソールの輸入グッズファーストラインナップの受注販売が始まっております。はい、現在進行中のスケジュールはこれで以上となります。次に今後のスケジュールについてお話しようかと思います。まず9月25日水曜日、ライズの、ライジングビデオコールイベント Apple Music さん、こちらがあります。21時からはボスライズのエピソード9が配信予定です。26日木曜日、こちらもコールイベントがあります。21時からはボスライズのエピソード10が配信予定です。この日は、23時から、ハングルナビも放送予定です。はい、27日金
金曜日、お昼の12時からライズサプライズライブ先行コンテンツが配信予定です。これはテレサで配信予定です。28日土曜日深夜0時からテレビ朝日ライズサプライズライブ、こちらが放送予定です。14時からはウリリモコンに出演予定です。19時、こちらはサマソニーのハイライトが放送される予定です。ワウワウプライムで放送予定です。29日日曜日、こちらはケイコンジャーマニー2024に、出演予定です。はい、9月の予定は今のところこのようになっております。それでは次に、その次の週10月の予定もお話しようと思います。まず10月1日、こちらは、ファンサイン会が韓国で開催予定です。2日水曜日、この日はですね、スンハン君の誕生日になります。そして21時からはボスライズエピソード11が配信予定です。3日木曜日、この日は、コールイベントがあります。21時からはですね、ボスライズエピソード12最終回ですね、こちらが配信予定です。4日金曜日、ライジング KN ポップスファンサイン会があります。5日土曜日13時から K リンクフェスティバルが、開催されます。チケットの申し込みは9月の26日から始まります。さらにですね、Apple Music のファンサイン会も開催予定です。次に6日日曜日、この日は深夜の0時30分からテレビ朝日さんで、ライズサプライズライブがですね放送予定です。さらにですね、ライズは、プサンの、インターナショナルロックフェスティバル2024に出演予定です。10月の1週目のスケジュールはこのようになっております。以上で、ライズのスケジュールの動画は終わりになります。今後もですね、ライズのスケジュールだったりライズの最新のニュースをお届けしようかと思っています。さらにですね、今シリアルの抽選についてですね動画をアップしておりますので、そちらも合わせてご覧いただければ楽しめるんじゃないかなと思っております。本日もありがとうございました。